まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。最初の話題はこちら。6月9日西日暮里2丁目広場館で行われた造形サークルの模様をお伝えします。地域の皆さんの交流や自主的な活動ができる地域コミュニティの拠点として、さまざまなイベントやサークル活動を実施している広場館。ここ西日暮里2丁目広場館では、子どもたちを対象に造形やまりつき、ダンスのサークル活動を行っています。この日は今年度初回の造形サークルの活動日。小学校1年生から6年生の子どもたちが毎月さまざまなテーマで工作を行います。造形サークルをやる上で一番大事にしているところは、やっぱりその何よりも作る過程を楽しんでもらう。であとその自分の思ったイメージを形にできるように声かけの部分としてはとても大事にしています。子どもたちの自由な発想とか、自由な表現をちょっと大切にしてあげたいなとは思ってます。今回のテーマは雲の上の世界。雲の上にこんな世界が広がっているといいなという想像を自分なりに形にしていきます。画用紙に毛糸や綿を貼ったり、ペンや絵の具で絵を描いたりと、一人一人が自由な発想で雲の上の世界を作り上げていきました。お菓子がいっぱいあったり、なんかこの輪っかの円はなんか雲が他の国とかに行く瞬間移動みたいな感じ。ケーキの匂いがしたからそこの家に行きました。ユニコーンがいたり、花火打ち上がってたり、お家があったり、いろいろな材料が使えて楽しかった。今回子どもたちが作った作品は7月中旬まで西日暮里2丁目広場館のエントランスに展示されるそうです。みんなが想像した雲の上の世界、たくさんの方に見ていただきたいですね。続いてはこちら。6月11日荒川区役所で行われたお口と食事の元気塾の模様をお伝えします。お口と食事の元気塾は、誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケアや、むせずに安全に食事をとるための工夫や姿勢、動ける体を維持するための食生活など、口腔と栄養の面から健康について学ぶことができる講座です。前半と後半2回制の講座で、年6回程度区内各地域を会場に開催されています。この日荒川区役所で行われたのは、人生100年時代を楽しむためのフレイル対策と題した講座の2回目です。荒川区の歯科衛生士と管理栄養士から、食べる力をつける口腔体操と元気を保つ食事の工夫について話がありました。口腔体操は全部で6種類。肩と首をほぐして飲み込む力をアップさせるストレッチや、胸周りの筋肉を強くするストレッチなどを実践しました。ストレスで太りました。それで歯も良くないで、すごく勉強になります。食事の前に口腔ケア体操とアップとかね、いろいろやってて、新しいね、情報収集ということで今日も勉強しに来ました。自粛生活が続くコロナ禍では、短期間のうちに筋力や心身の活力が低下してしまうコロナフレイルが増えており、参加者の皆さんは自宅でできるフレイル対策を熱心に学んでいました。次回のお口と食事の元気塾は9月に南千住地区を会場に開催される予定です。
以上、ウィークリーニュースでした。